令和の虎、オールオアナッシング。虎の子、最後の審判。はい、視聴者の皆さん、こんにちは。今日林さんに来ていただきました。何の収録かというと、最後の審判です。覚えていただいてますか？割とまだ最近ですから、ご記憶に新しいと思いますけれども、ワイヤー付きマスクとかね、シュライフェっていう、頭につける、これで志願してですね、条件付きオールになった伊藤英子さんの最後の審判を今から取ろうと思っています。ご本人にお尋ねしたんですけれども、ちょっと今日というところで都合が悪くてですね、林社長と岩井さんに全部お任せしますという、お話だったので、今日は林さんをお迎えして取ってるという形です。よろしくお願いします。お願いします。一応振り返りをしますと、希望金額が非常に低くて100万円だったんですよ、はい。で、確か竹内社長、トモハッピー、磯遊さん、木下さんか、はいはい。この4人の方から20万ずつ出まして、80万円まで積み上がったんですけれども、最後5枠で林さんがナッシングという形で、その後に当時のスーパー岩井くんが、小岩井くんが登場しまして、はい、売ってみようということになったんですよね。はい、はい、林さんがつけた条件はどういう形でしたっけ？はい、500個売れたら、うん、残りの20万円を出すと。そこですよね、はい。ですから、マスクだろうがシュライペだろうがいいんだろうけども、全部で500個売れたら、残り20万出すよっていう話で始まったわけですけれども、はい、もう1週間経ちました。で、ご本人から、その度進捗の報告があって、最終的には林さん、どうなりましたか？はい、その期間で売れた個数が、はい、目標500個に対して、はい、なんと188個でした。うん、約5分の2か、うん。ね。はい。マスクが154個、シュライベが34個。はい。ということで、まあ、金額にすると47万円ほど、はい、売れましたので、ね。まあ、それはそれで彼女のためにはなったかと思うんですけれども、僕はコメント欄見てて、はい、一番多い意見は、やっぱ高いよ、ということでした。いかがですか？そうですね。もちろん高いというのもあって、だと思うんですけど、はい、令和の虎でやっぱり3話もこう見てるわけじゃないですか、はい、それで皆さんも感情移入していただけると思うし、うん、みんなも別に全然ダメなマスクだって言ってないじゃないですか、うん、めちゃくちゃいいしっていうことも伝えた上で、やっぱり188個しか売れないっていうのは、うん、今後のプロモーションはやっぱ悩みますよね、うん、悩みますね。こんなにいい番組で、はい、うん、こんなに虎も褒めて、うん、全然いいよって言ったのに188個しか売れないっていうのは、うん、マーケティングとして今後どうしていこうっていうふうに悩んじゃいますよね。最近よく林さんがおっしゃいますよね、はい、令和の虎は、まあ、簡単に言えば売れすぎる、はい、で、本当にいいプロモーションになるんだろうけれども、これで味を占めて他でやってみたら実は想像するほど売れなかったっていう例がね、はい、リライブシャツもそうじゃないですか。そうなんですよね、はい、リライブシャツも、まあ、牛タンもね、はい、まあ、いいですけど、YouTuber 起用して外したりもしますから、はい、渡辺社長のビーガンカレーも惨憺たる結果でしたね。まあ、そうですよね、はい、なので、はい、まあ、令和の虎というその場でも売れないということは、やっぱり、まあ、商品設計なのか価格設計なのか、うんうんうん、何か見直さないといけないのかなっていうふうに思いますよね。だから伊藤さんのマスクとかシュライベが価格設定を見直せるかどうか大きな問題だと思いますね。めちゃくちゃいいんですけどね、はい、だからここに座ってた人たちがみんなお金持ちだったから気にならなかったんですかね、うんうんうん、一般の方にはマスクでこの値段はでも本当にいいんですよ、うん、本当に通気性いいし、はい、ね、だから逆に皆さんにね、感じてほしいと思って本当に条件をつけたんですけど、はい、まあ、僕が20万円出せばね、オールになってっていう気持ちもあるし、逆にこう実験したから、これみんなが出しちゃったら、それはそれでその後の経営が苦労したんじゃないかなっていう。間違いないです。本当にね、林さんの、うん、多分善意で僕条件付きオールになったと思っているので、あれがそのまんまね、林さんも20って書いたら綺麗にオールで終わったわけじゃないですか。でも100万円使ってこのまんま伊藤英子さんがプロモーションかけていったら、やっぱうまくいってないですよね。ということは必然的に、お金を出した社長たちにも、まあ、迷惑がかかることにもなってしまうので、僕は今回これを
ちゃんとこうやってテストマーケティング的に令和の虎のね、あの EC サイトでやったことは良かったと思いますよ。多分伊藤さん考えますよね、これから。そうですね、そう思っていただけると嬉しいですし、やっぱね、令和の虎の視聴者の皆さんはこう何でも買うわけじゃないんだね。そうです、これもまた勉強になりましたね。いや本当にそうですよ、だって、あの犬服のね、小島さんの、あのリードやっぱ全然売れないですよ、高くて。そうなんですね、はい、本当に何でも売れるわけではない、間違いないですね、これは。でもやっぱりね、そのすごい視聴者さんのこの参加型っていうのは感じますよね。やっぱ再生回数に対してコメント数もすごく多いし、そのコメントも結構長文だったりするし、これですごく売れるものもあれば、こういう結果になるっていうのね、すごく面白い番組ですよね。本当にそうだと思います。はい。まあ、これからフランチャイズ版タイガーファンディングもね、あの仲間入りをしましてですね、昨日初めてあの配信しましたけれども、結構コメント欄ついてましたんで、嬉しいと思ってました。そうですね、ありがとうございました。本当ね、そこまであの、本当、岩井社長に全部仕切っていただいて。いえいえ、まだまだあの、フランチャイズ版をね、知らない人もいると思うんで、そうですね、せっかくなんで。フランチャイズチャンネルの方で流れるってことを知らない、そうな方が多いですね。はい。すいません。はい、いえいえ。あの、ちょっとした宣伝でしたけども、すいません、話が戻りますが、まあ、伊藤さん、こういうことですね、一応番組としては、残念ながら条件がついて、それがクリアできなかったので、一旦ナッシング。ということで、あの、ご報告をさせていただきます。まあ、あの、伊藤さんですね、あの、すぐに、あの、うちのオンラインサロンにも入っていただいて、非常に活発に、あの、動いていただいてますし、なんと、その、先ほどの名前を出した、着物犬服のね、小島さんともつながって、もう、動いていただいてたりとかで、本当にありがたい。で、本人も、いや、本当に今回、すごくいい経験をさせていただきましたってことで、LINE も来てますので、ぜひ、これからもですね、番組としては、伊藤さんを、あの応援していきたいと思っております。はい、最後にじゃあ林さんの方からぜひ伊藤英子さんに一言メッセージをお願いします。はい、あのやっぱりいつも言うことなんですけど、この今回のねこの令和の虎はナッシングでも虎の子だというのがあの岩井主催の大方針なんで、僕も本当にその気持ちなので、あのしかもねこうファンクラブに入ってくれたらこれからも会うこともあると思いますし、はい、いろんな社長さんともつながると思うんで。ぜひここはいつかこう再チャレンジとか、逆に他の商品で何かこうまたプロモーションをかけるとか、また何かやっていきたいなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。とりあえずあの多分は残念な結果になりましたけど、まあね、出てる社長でも一発目の事業でドーンといった人なんかいないんじゃないですか。なんでこれなんか修正して反省してなんか罰当てたいですね。はい。ということでございました。伊藤英子さん、残念ながら、条件付きから、まあ、なしになりましたけれども、今後の検討をお祈りいたします。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。